はい、どうもことです。今日はね、SIM のクローズの解説をしていきます。チューニングがドロップ C です。6弦が2音下げの、後の弦が全部1音下げです。で、BPM が119です。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。全部パワーコードです。で、またルートの音をフレットで言っていきます。で、最初の音が6弦の4フレットです。2フレット、5フレットです。で、次からずっと4フレットです。こう開放です。で、7フレット。はい、それの2周ですね、繰り返しで。で、次のパートいきます。はい、じゃあここまでいきます。これもパワーコードですね。最初が6弦の4フレット。次が5弦の3フレット。次が4フレット。で、ここがスライドなんですけど、3、4、3ですね。で、次が4フレット、5フレットですね。で、一番最後にこれは開放2フレットです。で、最後の白玉が4フレットです。はい、じゃあ次 A メロいきます。これはパワーコードプラスオクターブ上の音ですかね。ここまで入ります。ここがちょっとあやふやなんですけど、多分これ口で説明難しい。ちょっとゆっくりやりますね。2弦の音だけってなります。ここは4フレットです。で、最後にブリッジミュートで4発刻む感じです。あ、違う、6発か。はい、じゃあ最後サビいきます。はい、ここまでです。ここはちょっと説明するの難しいんで、ゆっくりやるんで。はい、じゃあとりあえず今回はここまでです。今回あんまり自信ないんでほんまに参考程度でお願いします。はい、じゃあまた不定期にやっていくんでよかったらチャンネル登録お願いします。あと下の概要欄に各種 各種 SNS の URL 貼ってるんでよかったらフォローお願いします。ではまた。